を買わなきゃいけないんだよな。そうよ。なんなんかと結か構しめんどてくさみいよね。て、レコ Wii U ードでとかも Wii って誰あんまかり勉簡強。単に遊べないよね。VGA ボックス対応。GTA。よし、終わった。これ画面のサイズが違うのか。シュワッ、シュワッ。はぁ、あ。疲れた。終わった。ジャイア甘いわ。今年のイーサンセが何も出さないし。ああ、そうなの？もう何和も服です。今、特に靴で出足せる痛もいんがなし。いってこと？靴ずれで足痛い。靴ずれか。しょうがないもんな。あれ、痛いと思った時にはもうダメだもんね。そんなわけでゲーム探し枠に移行します。スルッと、ぬるっと。じゃあ行こう。あとなんか、ちょっと待ってね。動画探そう。ニコニコのこれか。靴ずれしない人っているんかな。靴ずれってあれ、靴が悪いの？足が悪いの？靴ずれする靴って馴染んでくケるガの？もコナミと一緒にスマホ主流にするらしい。探うし服わ。で依頼したいけど見たことあるだけのレベルで依頼する知識が圧倒的に不足してるから次長。マ悪い。ジで？ずれる靴を買ゲーわなセきンのゃ。ゲーム？靴をちゃんと選べばならない。月曜日までまだ24 ちょっ時と間のさ、余裕があるとは腕言慣らえないしでこやのる？イーサンがお見えになられた。ちょっと両やる？方じゃないかな。両方？ああ、そう。靴のせいでもあるんだね。どうしよっかシューなズマイスターのいる靴屋に行けとしか言えない。ー。ああ、そう。あれで買えば。買えば話し絶た対て大の丈夫。ビジネスシューズは100%靴ずれする。いや、コンシューマーでゲーム屋の店頭で飾ってたやつです。飾っ笑てい。た。ゲームコ画ン面シューもわマーかん靴ないが悪の？かったみたいっす。学ランの爪入りグラスに硬い。えまあ、私ぇ？は革靴だと基本オーダーメイドなんでならないですなね。るほどね。オーダーメイドはならん。なるほど。そういうもんなんだね。あれ？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 靴ずれ怖くてハイカットしか買わないわ。ほう。あ、靴ずれが怖ゲーいムんだ。画面はわかるけどプレイアブルじゃなかったのででもの薄い記憶だけ。ええー、笑それい。ファミコン、だってスーフ最ァ近ミ？ DM 以どこ上らの辺？革靴売ってないんだもん。サターン、プレス量テ。産は大抵のものはオーダーメイドな気が。そうだね。下手すりゃ軍手とかすら入らねえんじゃねえか。売ってるもんじゃ。音ちっちゃ。あ、そうでもねえ。あ、ちっちゃい。PC エンジンとかファミコンの時代ですね。いや、むずいね。ちょっと聞くだけ聞く？坊さんかと思ったら坊さんだった。そうだよ。だって靴は30センピチ以チ上のピチ靴売っに伸ばてすなのいんはだ早もいな。の。そういえば最初革靴はいたら靴ずれした な。ほ う。長時間歩いたのも悪かっそれただのかね。な。ならわかるかも。坊さんだね。ちょっとさ、ファミコン PC エンジンで画面を見ただけの、店頭デモで画面を見ただけのゲームなんだけど、皆さん受けますか？受けてみます？ 1個目。本日1本目の依頼。小手半つけていただこうかな、とりあえずワな。ンチャンあるかも。でも今日予約枠だから、まあいいや。ちょっと聞くだけ聞く？ 試しに、でもそ本れ見気たでら思見いれ出すばか当たりな。ます。そのワン画チャ面ン見聞たきら絶な対ら思いや出れす。るか自信も。はある。これだーってなる。結構長時間見た。なんか見てもこれに似てるけど分かりませんっていうことがあるから、あんまりにも分かんないとね。これが正解かもしれないけどよく分かりませんってなっちゃうから。その自信だけ聞いておこう。あと何歳の時に見たか。イエスはノーすぐに言える記憶なのかな。ねえ。あ、これ虎の首切り投げもあるんだな。お金がないやとりてえ、デこモれ。だったのでずっとデモ画面見てたのでおそらずっくとわ見かてた？る。よし。88のエースの可能性。いや、違う、デモ違う。やたらやってたし、わら。でも、やった。ああ、なるほどね。いや、ただ普通の PC エンジンファミコン当たりらしいよ。軍手は伸ばせば入る。よし。坊さんってもしかして巨漢。巨漢だよ。イノシシは持ち上げれば無抵抗になるって言ってるから。和骨。野生のね。野生のやつ。Z さんいらっしゃい。さあ、そろそろ俺の枠の名前変わったかな。怖い。犬さんだって余裕でお腹貫かれる。スパーって。やろうか。さあ、じゃあどんな見た目だったか聞いていこうか。コテハンつけてくだ十さ分い。やな。坊さんは靴64ずれ個目するさことあるのかな。ん。こっイエーちのもままで爪もいいんくでずね。れ倒し、千里家像と腕相撲をする僕 らみ腕たい相な。撲。とりあえずつけておきます。カレーカ麺。レー麺。
ちょっとじゃあ腕ならしにやろうか。迷宮入りしそうだけど。さあじゃあどんどん特徴を言ってっていただけると助かります。サイズ合わないバスケットシューズはいて1試合やったら靴ずれしてた。カレーメンって外れ多い気が。その肉体はエンゼル体操で作られました。エンゼル体操って何。時代は28年ほど前です。28年ほど前やべえこれ書いてね。靴ずれはするけども。おいくつぐらいの時に見ました。一応聞いておきますけど。あ、じゃあやっぱり足の強度って忘れないんだね。うん、まあしょうがないよな。あれは8歳くらいかな。8歳ぐらいって身長どれくらいなんだろう。190だっけ。身長は迫力あるなくらいに、まあ見た。じゃあ機種はファミコンか PC エンジンで大丈夫。でっかいな。ファミコン PC エンジンくらいの時期だよね。196ですね。こないだ測ったら196。いやいや、おかえりチョコベさん。ゲーム探し枠になりました。ファミコン PC エンジンくらいの時期、なんかないかな、機種。けど手4つでお試合してみたいんだよな。2メートル近い、わらわら。やばい。伸びてる。そう、大丈夫かな。進撃のじゃね。日本は小さくて住みにくそう。そうね。コンシューマーしか置いてない店だったので PC エンジンかファミコン、ね、ああ、まあおもちゃ屋みたいなことだよね。で、どんなゲームでした。隣で写真撮りたい。すげえ差があるから。さあさあさあ。 RPG かい。大丈夫かな。ジャンル RPG かい。もしかしたら、RPG で転倒でも、そんなことあるか。ネクロスの要塞。あー、戦闘シーンのあれ特徴があればね。戦闘シーン。多分ね、ネクロスはね、ほったらかすと結構戦闘シーン見れんだよ。130キロあるとか言ってませんでした。あー、130キロあるんですよね。ごめん、130キログラムくらいあります。そうだな。いや、そんだけ背があったらそんぐらいあってもいいんじゃないの。いや、下手なプロレスラーよりでかいんだって、坊さんは。いや、天竜よりでかいんだっけ。怖いわ。やっぱり怖いわ。よし、さあ。そうね、ただのデカさだけでも、デカさだけじゃないもんね。196cm130kg。 うん。ちなみにその体重は脂肪。いやー。それから筋肉。坂口誠二と同身長同体重。うん、そうか。親父の方か。戦闘はパーティー組んでた。一人ではなかった。はいはいはい。まあ、RPG では普通のことね。だけでも筋肉ある。もうちょっとそのゲームだけの特徴とか覚えてない。なんか。なんでそのゲームに引き込まれたの。なんかもうちょっと、あの、戦闘シーンが結構派手で。ファイナルファンタジー。キャプテン翼みたいな。ドラクエタイプの戦闘なのか、FF タイプなのか、もっと派手な感じなのか。一人ずつこう出てきて戦う。じゃあ、ネクロスの要塞見てみようか。の要塞。疲れた。めっちゃ筋肉だ、わらわら。なんでレスラーにならなかったね。アイテムとか武器はどんなのだった。ドラゴンクエストタイプの敵ぐらしか見えない感じ。ああ、そうなの。聖剣ネクロマンサー。ああ、で、グロイとかね、あれば、あれば。ってことはドラクエじゃないのね。アイテムとか武器は実際触ってないのでわからないです。うん。実際プレイはしてないそうなんだ。敵は1体で、ヘラクレスは自分1人だからね。の横視点ではないってことか。体脂肪 17%。 130kg 中脂肪は 20kg 程度か。プロレスラー体型。ちょっと待てよ。これです。第1回じゃ出ねえな。第1回じゃ出ねえな、これ。その2。戦闘が出ない。あら、あら。あ、大丈夫か。
これ戦闘はドラクエタイプじゃねえからさ。あ、そろそろ。あらすじの文章地味にひどいな。いや、ひどいよ。このゲームは意外とひどい。戦闘曲が怖い。こういう戦闘じゃないんだよね。キャプツバっぽい。王さんと会う時は何を装備していけばいいんでしょう。ホッケーマスク。一時運動してただけで筋肉つきやすくなる人っているよね。そうね。ここまで動いてなかったですね。何、もうちょっとなんかそのゲーム固有のなんかなかった、特徴。背景は黒でした。背景黒。これ見つかんねえかもな。ファミコン PC エンジン、 PC エンジン背景黒のものってある？何が？あー、ぶち込んだね。鬱陶しいから。よし、で、ファミコン背景黒、和風とか洋風とか敵の感じとかなんかない？自分ももっと身長欲しかったな。167cm くらいしかないや。身長欲しいな。とりあえずいろいろ動画探してきます。洋風ですね。洋風なんかまた絞れないな。天外には背景黒ですね。そうだね。天外2ってデモ画面とか流すかな。デモ流しそうな。誰かがプレイしてるわけじゃないんだよね。もしかしたらなんかプロモーションビデオかなんかなのかな。それともゲームがただずーっと自動で流れてる感じ。戦闘シーンがそんな見れるような RPG ってあるかな、ほっとくと。店に配られる VHS みたいなのかな。ヘラクレス、あー。ヘラクレスはちょっと見ておいた方がいい。わらわら様子でコムは得派？はい。V、ハクボブテ14、わら。ネクロスの要塞と。左耳ばっかなんだけど。こういう感じですか、マップは。音が片っぽ。どう？ビジュアルシーンみたいなのはありました？これやっぱ無理かな。これ無理かな。延長しました。延長よろしく。あ、これだ。え？おい、いきなり当たったんじゃん。嘘でしょ。ヘラクレスの栄光2に関しては、なんかちょっとドラクエのパクリみたいなゲームなんで。あ、終わった。終わった。すげえ。すげえな。サダコさんでいいのかな。ヘラクレスって言った気がしたけど。あ、サダコさんでいいよ。サダコさん。サダコに。キャメルクラッチ。パチパチパチ。東大元暮らしでしたわ。ヘラクレスのエコー2はバーチャルコンソールとかないかな。あ、ヘラクレスとは思わなかった。そっか。よかったな、とりあえずな。そんなに特徴ないけどな、このゲーム。真ん中のビーバップの存在感。俺もちょっと再生しようかなと思ってた。そっか。じゃあ、ヘラクレスのエコー2。どっかで探せないかな。ヘラクレス1以外は割と面白いよね。1は面白かったじゃない。ダメなら新里見発見伝をしてました。わら。あー、なに、俺は里見発見伝かなと思った。新じゃなくて。でも和風じゃねえって言ってたからさ。そうね。ヘラクレス2、どっかバーチャコンとかないん？バーチャルコンソールになっているとは書いてあるような気がしなくて。1じゃないですか。俺は好きですよ。俺も好きだよ、1。なんか余計なこといっぱい言うし。ある？スーファミの方ならあった気が。あー、そっちか。2に関してはない。ない。自分は1が好きでした。あれ ?1 以外は面白いって言ってる人がいるけど。1はいろいろと尖ってて面白かったじゃないか。なんかあのさ、装備が壊れたりとかするの俺面白かったんだけど。使い込んでいくと装備が壊れるとか。なんか意外とそういうのドラクエにないなと思って。わからん。それ誰？ヘパイトスが消耗品、誰だよ。じゃあ私も1好きですよ。ヘラクレスは お前は分かってんな。俺はチョコペさんの方が好きだわ。真剣に聞いてくれないけど。バーチャルコンソール、自分親切設計が好き。ああ、なるほどね。3と4ならある。ああ、じゃあ1、2はないんだね。じゃあ
ヘリクレスのエコ2はまだプレミアとかついてないから頑張って探してください。コンパチキとか、ね、やりようがあるんでね。あとゲームなんだっけ、ゲームフリークだっけ、この出るやつ。あれをヘラクレスのためだけに買うやつはいないか、さすがに。そんなわけでゲーム探し枠をやっていくんですが、依頼がなければ普通に雑談枠になりますんで、よろしく。やっぱりええな。いいよな、この音とかたまんねえんだよ。校舎取りに行ってたら解決してたでござる。うん、ヘラクレスのエコー2でした。俺もちょっと紅茶取っとこうかな。オープス。そんなわけで何の話しよっかな。ところでチョコペさんの身長はどれくらいあるんだろう。興味深い。犬さんって今いくつだっけ。紅茶と思って取ったらナンプラーかもしれない。やだわ、そんな癖というか飲み物じゃない。それは僕も興味ありますわ。自分は20です。あ、20か。チョコペさん、全部教えてくれるんだよ。いるかな。ちょくちょく言いなくなるから。チョコペさんでも平均的な感じよね。そんな太ってるとか感じじゃないし。キモいの来た。あ、いなくなったね。いや、醤油と思ってたっぷりナンプラーかけたことあるわ。ああ、自分で入れ替えたのに。ジャックし、犬さん1歳違い。あ、柳さんは若いんだ。え、ナンプラーってそんな濃かったっけ。なんか薄い印象あるけど、色が。飲酒可能な年齢にはなりましたけど、アルコール摂取するつもりはありません。あ、まあ俺もないです。飲めと言われたら飲むけど。しょっぱい。あ、いや、見た目醤油っぽくなくね。めんつゆと麦茶を間違えたとこはありますね。笑。ないなぁ。ナンプラーしょっぱくて少し臭いイメージ。そう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 。でもなんか醤油ほど濃くなくない。濃いやつもあんのかな。オイルサーディンをそのまま食べたくらいしょっぱい。あー、ナンプラーってベトナム行った時食ったやつかな。甘くないのか。俺が言ってるやつはなんだ。ちょっと待って、でかい。画面がでかい。あ、私の身長は192ですよ。醤油の濃さはちょっと違うしょっぱさすね。未来のためにでかい子供が欲しい。え、醤油の濃さとはちょっと違う。へえ。それナンプラー混ぜた合わせ調味料だと思います。いやー、スーザンアントンコか。スーザンアントンコってなんだっけ。すげー知ってる。甘い感じもある。でっかい女性だった。なあ、女性かどうかもわかんないんだぞ。 140cm。 チョコベさん、ちょっとじゃあ突してもらおうか。怖いわ、逃げられなくなる俺が。俺が逃げられなくなる。シェイプアップランか。背は140。嘘、192っつってるよ。蜂蜜が塩っぱくなったような塩蔵。ええー。電話突。いや、スカイプ突。極トラ一家のお菓子タルー、ノストカスーザン。嘘。シェイプアップランじゃないかも。極トラ。魚の風味はするんでしょうね。本当は 156.8。 すごい細かい小数点。小声いいじゃないですか。女性だったら平均的じゃないね。え、全然いいと思いますよ。わら、極トラ以下だったんかい。よいしょ。はあ、そう、チョコペさんは生徒会長になるの。入れたところに入れた途端生臭いようなもの。平均的な娘さんの背ですね。まあ女性としては普通ですよ。そんなもんです。娘さん、わら、娘さん。弟は弟はてか姉は弟と姉は身長一緒ぐらい。さすがに弟はそんな。弟は今いくつだっけ。中 3? やだそれ。そかそか、カレー麺さんもう済んだんだわ。ありがとうございました。わかる。昔もうちょっとねしょっぱかったんだよね。甘いっていうのはだから、桃屋のめんつゆは味変わった。俺最近うち桃屋甘く使わなくなっちゃった。合宿しに行ったら背が伸びそう。うそ。ちなみに俺は小柄の女性好みです。はい、どこまでを小柄とするかだろう。
ビミさんとかものすごい甘かったですよ。ビミさん、こちらこそなんか喉の魚の骨が取れた気分です、うん、よかったよかった。リンクさん気が合いますね。姉は私よりちっちゃくて弟は私より大きい。姉ちっちゃいの？弟はでかいんだよ。でかいね。最近は老いがついて、弟中2。あーもう弟は中2です。弟中2、姉は高3、年子1歳違い。もっと言ってた大学生。姉の背は家族がでかいやつばっかりなんで、一時期井戸水に変なホルモン入ってるんじゃないかと調査したけど、白だった。149まで小柄。なるほど。じゃあ波柄だ。チョコミさん波柄。同じだ、姉よりでかくて弟中2なの。マジか。姉よりでかい、そっかそっか。矢波さん男でしょ、女なの。矢波ジョージ、ジョージじゃねえ。ジョージってだ、ジョージだっけ。いやー、坊さんの身長は遺伝だった。遺伝だよ。おじいちゃん超でかくて戦車乗れなかったんだよ。戦車に、戦車乗りにはなれないに身長だったんだよ。うわ、やだ。近くに巨大なバッタ？どういうこと？いろいろ怖い。ほう、まあ、人によるよ、なんかまあ、いろいろな。わい、末っ子やけど姉と兄よりでかい。末っ子か。兄よりでかいの？うえぇ、ー。マジか。兄ちょっと立場ないな。おい。おい。こんにちは。わし4人兄弟だけど一番小さい。姉は身長151だ。今聞いたの姉に。こんにちは。お姉さんこんにちは。うちも兄貴の方が小さいです。あ、そうなんだね。そっか。身体大きいと靴困るよね。そうだろうね。着るものとか困るよね。下カエルがいるかもしれない。151。ジュルリーじゃねえ。何でもいいんだろう、女だったら。姉は152、兄は160cm。あ、誰？菊間さん？菊間さん？あれ？菊間さんだったっけ？ちょっつる鍋。違う。あれ？ちょっと違う、わかんなくなってきた。誰が何を言ってるのかわかんなくなってきた。あ、柳さんとあれか。柳さんと菊間さんがわかんなかった。腹減ったな。そう、買って、あー、食うもん買ってきてたわ。エンドウ豆スナック買ってたわ。ちょっとさ、違う動画見たい。身長高くなりたいな。この手のよく首飛ぶな。そうそう。B のかな。B のみたいなのやつ。ファミマの安いやつ。豆豆ポコポコさやエンドウ。ポコポコっつったっけ。あ、でかい。でかいよ。でかいよ。いやじゃあ、あと2品。バナナスペシャルとかって特に欲しくはないけど食うとうまいよ。あれ初めて聞いたんだけど、バナナスペシャルといちごスペシャル。見たことない、売ってんの。おお。あ、父方なんだ。ああ。ファニッシャーです。スナック。最近足でかくなって、長靴に足入んねえ。でかくなった。あ、フューリー映画と随分違う。フューリー主人公は、こういうパニッシャーって映画化されてないよね。成長スピードが私以上でちょっと心配してる。ちょっと、え、甥っ子の成長スピードが私以上。おい、ちょっと坊さん、甥っ子がでかくなり始めてるぞ。その DNA か。その DNA なのか。誰の DNA なんだよ。おいっ子は、とはどういう、あれ？どういう関係？おいっ子だから、父親か母親の兄弟の子か。あ、自分の兄弟の子か。自分の兄弟。俺のミックフユーリーがアベンジャーズのミックフユーリーだっけ？アベンジャーズの方。まさかサイヤ人か？サイヤ人。急に成長すると膝に来るんだよ。姉の息子ですね。姉の息子だ。知り合いで、小学校で180ある子は知ってるけど死にました。気をつけてください。
俺と同じくらい巨人症だとすると危ない。ただやっぱ坊さんもこの年齢になってまだ成長し続けてるっていうのはちょっと怖いけどね。ちょっと不安。もう負けてる。負けてる。人生って辛いもんだな。肩の付け根の胸あたりに肉割れできるよね。中学生ぐらいで、はあ、このゲームでも巨人がいますね。いるね。2P 側のキャラだね。アベンジャーズのフユーリー。あ、そうなんだ。眼帯してる人。シーズンになんて出ないんやろね。多分浅はかったからだと思うけど、ね。なんで出ないんだろうね。あ、まあ、ただの人間だからじゃない。多分朝測ったからだと思うけど。そんな話か。なんで朝測ったんだ、家で。服もだけど、手袋と、ああ、そう、靴言ってたね。手袋もなんかよく伸ばせば入るっていう、軍手がね。軍手レベルで。あいつはただの人間ではないと思うんだよね、多分。あのデカさで。あのデカさだけで。カプコン側の人たちの気並み普通の人ですやん。カプコン側の。そうだよ。おかしいよな。ミックフュー、フォーリー。なんかねえかなぁ。バン食らうやつだったら。王さんに関節技とか締め技とかかけられてみたいなぁ。お王さんにか、まあ。プロレスラー、ま、顔負けというか、波のものを。え、なんかそっちを生かした仕事に就こうと思ったことはないわけ、坊さんは。ちょっと食っていい？ちょっと豆スナック食っていい？珍しい、俺が放送でなんか食うなんて2回目だよ。4年以上やっててこう、今日が2回目だ。え、あー、飲みようねや。え？いじめっ子よ、反省した前、何の話だよ。技かけられたブロッケンマンみたいになっちゃいます。どういうプロレスならミック、フォーリーの金網落下おすすめです。やだ。巨人症と小人症どっちがやばいの。あー、どっちもだよね。大学で膝と壊してたので諦めました。うわ、何をしようと思ってたの本当は。え、何もしてなくても壊れちゃったの。それぐらいな感じだったってこと。あら、これちょっとやっぱダメだな。まあいいわ、仕方ない。左下にもぐもぐしてるのを置かないと。ははははは。効果音が。おさる放送。の人たちは下はコスプレしたおっさん、上は神様とかいますからね。そうね。膝に矢を受けたのかな。矢を受けたんだ。右は野球で、膝はバスケで、心二つとラーメンにされて食われるの二択じゃねえか、ブロッケンマン。イエス。これでいっか。これが最新のやつだな。で、時期じゃなくて、時期じゃなくてなんだっけ。プレイ、当時の年齢。中学の時相撲部屋にスカウトされましたが、プロレスだったらどこ壊してても大丈夫やで。にっこり、ビッグユースメール。なんだって。人生怪獣と一騎打ちして肩を故障したんですよ。なんの話だよそれ。プロレス相撲部屋か。まあでかいもんな、縦も横もな。でもそんだけ身長あって、そんだけ体重あったら別にスタイル悪くねえよな、多分。ただ純粋にでかい。坊さんは、ね。その中学時代はどんぐらいになったの。てか、やっぱこれ画質悪いな。そうね。え、あの人たちってどれぐらい普段悪いわけ？杖とかついてんの？膝悪くしたり首悪くしたりとかさ。ミサはそやな。ミサワは首か。無糖は車椅子。うわぁ、中学時代は180後半で。マジか、あいつ。やぁ、頑張り屋さんすぎるだろ。180後半、体重100キロちょい。それはスカウトされるわ。すごいな、俺の多分友達はそんなに重くなかったもん。中学時代からでかい。でかいな。和骨。今日は予約枠でした。そうなんです。無糖は普通に歩くのも難しいレベル。じゃあプロレス中は無理してるってだけ？単に。いつ始まるんだよこれ。画質悪いな。バスケとか余裕なんだろうな。まあね、でももう壊しちゃったんでしょ。結構関節にボルト入ってる人多いもんね、レスラーの人。王さんはバキの安藤さんかネプチューンマンのイメージ。無糖は膝手術する予定だったのを全備騒動で引き伸ばした。え、でどうなっちゃった、悪くなっちゃったの。あ、音ちっちゃ。
ちょっと飲み物汲んでくるわ。大学はバスケでスポーツ推薦だったけど途中で故障してバイト地獄に。日本は知ってみてられない。あ、本当？マジで。そのままじゃない。リュークさんいらっしゃい。ダブルマイナス1で忙しいみたいやし。バレーボールで飛ばずにスパイクとかブロックとかしそう。バイト減る。違う意味が。からロングタイツなのハテーピンズガチガチだからなのよね。あ、そうなの？ロック様、あ、違う、違った。ロングタイツか。誰？武藤？武藤って、NWO、ノーフィア違う。いつ頃だか全然わかんない。俺見てない頃だわ。ちょっと飲み物汲んでくるわ。よいしょ。誰か客来たら聞いといて。2000年頃かな。若い頃の無糖って恥ずかしいキャッチフレーズじゃなかったっけ？わら。ローンスターウルフだっけか、スペースローンウルフ。そうそう、わら、なんだろう。スペースローンウルフ？怪我してるのにバイトは立ってられん、わら。プロレスラーって甘いもの好きそう。偏見。昭和のアイドルみたいですね、わら。スターボーかよって思った。宇宙規模なローン組んじゃった狼。狭山、羊羹はおやつ。ババさんは羊羹をカロリーメイトのように食ったそうな。狭山、せやな。羊羹はポッキーじゃなかったっけ。部屋が異様に暑い。あぶねー、あぶねー。羊羹は甘すぎて辛い。芋羊羹は甘すぎて辛い。何の話してんだよ。今おすすめのプロレス団体っておりますか。運動豆スナック。羊羹カロリーのように、カロリーメイトのように。なかったな、ああいう人多いけど。どれ？狭山道場。立てられて水で薄めないと美味しくないって言ってた。羊羹の方が好きだな。羊羹水で薄めないと美味しくないって。味の羊羹が好きだ。誰が？マサ斎藤の話。団体なら新日以外っつい。ああ、水で薄めないと美味しくないって言った。羊羹探してくるね。狭山道場のミドルキックの打ち方を教えるやつでしょ。知ってるよ。最近見たし、俺も。最近また見たし。意外と好きなんだ、あの動画。狭山の動画はあれ演出らしいで。あ、そう。普段あそこまでやってないってこと？日本はあの路線合うんならまあ。カメラの前でブチ切れてる狭山じゃない？うん。映すなっつってね。羊羹苦手だな。というか水羊羹は茶の類が苦手というか。そうそう、マジでキャレって言ったよな。うん、うん。ってやつ。あれでも普段からやってんじゃねえの？あれぐらいなら。別に普通だよね。学校じゃないんだし。やっぱ新日ドラゲ大日 DDT が今のトレンドかな。ドラゲ大日知らないな。プロレスは本当に分かんないわ。あのメジャーどこじゃないと。フチブ VS 菊池って動画。何がやばいの。お羊羹作ってる会社にいるけど食ったことないの。マジで飛びた。誰。バックドロップ連発でフチが制裁してる。あー、それは昔見たかも。普通に放送で見たかもしれない。最近はミドル級中心。大日はデスマッチ。ほう。あ、ドラゴンゲートね。最
ドラゴンゲートか。はいはい。埼玉プロレス。初めて聞いた。おっちゃんはユニオンプロレスが好きです。え？最近女子プロどうなってんの？もうなくなりそうなの。昔フジテレビ深夜でやってたよね。DDT は何だろ？え？団体名？スターダム。ちょっと失礼、エンドウ豆スナック食ってるわ。新日はキャラ付け頑張ってるよね最近。田口とか今回は自己意向何にも聞かないね。何の話？難しいな。あ、よしこ引退した。あの人ね。女子プロのなんかえげつないことしたやつ。ああ、顔面崩壊ってそれか。好きならいいかも。所長を置いてけぼり。あの崩壊したさ、愛玩人形。崩壊した側の人はどうなったの？なんかブログだかツイッターがおかしくなってたじゃん。元からだったのかなあれ。なんかちょっと頭やっちゃったかなみたいな感じだったけど。ああ、それか。よしひこ。よしひこっていうか男だったんだ。エンドウ豆スナック欲しくなってた。崩壊した方は頭丸めてた。すまんが捨て間ではないぞ。崩壊した方も、壊した方の話をしてんの？ティーノはプロレスの才能、ね、入院した方は昔透明人間とも試合してたし、透明ランナーが攻めてきた。怖いわ。透明人間はちゃんとレスラーなのそれ。プロレスでやられても顔はすぐ回復するから。まあしょうがないよねあれはね。うまい。むしろ全日をなんとかしてほしい。全日って今どうなってんだ？ああ。今いるのは誰だ？ノアと外人でしたらいっぱいいんだっけ？なんとかなってしまった模様。あ、ノアか。待てよ。人がいる体で試合してたのよ。地方の体育館だったからお客さんポカーンとしてたから。やめなさいよ、それ。あけぼのが三冠取ったよ。そういう感じなの？全日はちょっと誰がいるかわかんないわ。ノアがギリかな。今週山が社長になってるんだっけ。秋山いいんだ。あけぼのはいい選手だよ。あ、そう。ちゃんとプロレスできんだ。まあ、あんだけ長くやしたらな。ネットで透明人間についての資料探してたらと全身タイプのおっさんを透明人間と言い張ってる AV が出てきたことを思い出した。ノアは鈴木みのるが今暴れ回ってる。時間止める系とかね。鈴木、そう。鈴木軍だっけ？シュプロ買わなくなって久しいな。鈴木軍だっけ？ヨネが今ハマってるわ。鈴木みのるがいなかったらまずかったんじゃないかってするね。てかもう鈴木みのるぐらいしか盛り上げる人がいないっていうか。え？あと森島引退そうだ。あの人はしょうがないもん。糖尿病でしょ。今後はやらせません。え？何を？誰に？え？ 7 割がやらせじゃなかったっけ？残り3割はなんと。変なアニメがある。あとマサオとヨシ、ドラマだってあったじゃん。なんかザ透明人間、香取慎吾主演。でも森島いなくなってからノアの試合ちょっと良くなった気がする。そうなの？森島ってダメだったの？秋山、大森、明けぼの、淵、へえ、ヨシエ？ヨシエまだいたんか。そのマサなんて呼ぶのその人。その人知らないな。
最近のモリシマは全く動けていなかった。よしえって今のアで試合してるんだ。モリシマと試合したら暑苦しそう。笑アーエンディングがサザンのやつでしたっけ。ドラマ透明人間わかんねえけど、トイレに行ったり時間見てなかったけど、カメラマンみたいですよね。俺その時間止める系の AV って見たことないんだけど笑っちゃったよ。ネタとして面白いなと思って。いやまあそういうことでしょう。全日大丈夫なのマジで。外人レスラー結構いるんだっけ。それ昔の話か。むしろこの前の大会プチブアーサスドリー。いやうえぇ、ー話変わるけど、この前とあるスマホゲームのヒロインの声優がニコ生でスプラトゥーンやマジか、何それ探してくれるんですか。探しますよ。そう思えば、シンゴも裸で外出てたんやな。ですね、どんなゲームか分かったら3万円ぐらいまで出したいというぐらいのゲームなら探します。あと PC ゲーム、同人ゲーム、スロット系、あと子供がやるなんかゲームコーナーにあるようなやつはちょっと難しい。ゲーセンとかまあファミコンとか。なら小手半お願いします。はい、コンシューマーゲーかゲーセンのゲームがありがたい。最悪ゲームウォッチも探すけど、さすがに同人は無理か。同人は同人探してたのお金かかるんだ。お金が違う、そうじゃない、そうじゃないそうじゃない。3万円ぐらいね、今そのゲームが見つかるんだったら3万円ぐらいまでのゲームだったら買いたいっていうぐらいの熱意が欲しいってことです。別にただあのゲームなんだっけなーみたいな、ああありがとうアザースみたいなあこれだったんですねアザースみたいなのは嫌だっていう話。そういう話でございます。お金はかかりません。あそうなの、うまくいってんだったらいいけどな。そんなわけで小手半だけつけてください。この前見たのでわーってなったのが控え室で静かにマスクネットテリーファンクとマスカラスっていう写真。おお寂しいな。船木船木郎がレスラーとして嫌いなんだ知らんわそんな。なるほど、ではやめときます、失礼しましたえ何に該当するわけそれ昔ゲーセンで見たあれ何だったんだろうぐらいだとちょっと悲しいですね。あこれこれありがとうございますみたいな感じになっちゃうからどうせお前別に秋葉にあるって言ったっていや遊びに行かないんだろうみたいなのは嫌だ、嫌だから一応そういうことを言っときます最初に。今までで一番重かった依頼としては父親、今は亡き父親が昔プレイしてたゲームを昔なんだろう背中越しに見てたと、あのゲームは何だったんだろうって今手に入んだったら欲しいっていうゲームとか、うん、そういう今までは一番それが重かったな。探すのも一番大変だったし。はいありがとうございます。プレイシー系列のやつがプロレス出てたのがびっくりした。重すぎる、重い、わらわら愛は重いで。そうね、それ最近やったやつでしたっけ。最近やったって最近でもないね、1年以上前じゃない動画で YouTube の方にアップされてますんでよろしければ。新日にこの前出てたね、プレイシーの弟子、毒にも薬にもならなかった。グレイシーの人プロレス出たせいで波紋になったらしい。はあ失礼しました。プロレス、はい、プロレス出たせいで波紋、まさに毒にも薬にも、笑ほうちょっと待てよ はスプラトゥーンやってた人はこのゲームの人ですってことか。なるほどね。まあね、今ってそういうさ事務所に入ってる人とかが自由に生放送ってやっていいのかな。それは自由にやってるんじゃなくてそれも営業の一つなのかな。自由にやってる体でやってるだけ。あーまああれはちょっと別に誰も得しねえからな。なんでやるんだろうね。
なんかあれも宣伝なのかな。この前久々にいとことエルロンドできました。なんでいとこと、いとこが好きなゲームなのかな。え、再生できないよ。アメプロへの憧れなのかもね。ああ。事務所によりけりじゃないですかね。いいらしいよ、任天堂の自由に。ご飯行ってきました。宣伝とかツイッターでゲーム開発してるので見てねとか。はあ、声優が個人で生放送やってるのあるけど、うん、その人はフリーだったな。カール・アンダーソンとマリアの恋物語は最高やったけどな。結局依頼ないんだよね。依頼ないんだよ、はい。はぁ、あ。ギア上が寒いねん。議場演出としてはいいけども、なぜ任天堂入ったし、任天堂のステマってこと、任天堂の自由わからんね。まあステマは行われたと。今回スプラトゥーンに関しては俺ステマはあったと思うけど、プロレス枠とかしてきた、やんなくてよかったんじゃない、もうちょっと自分たちの商品自信持ってよかったんじゃねえかと言いたいが、いやあん時ステマさえしとけばって揉めたら嫌だからやったのかな。スプラトゥーンはもうちょっと自信持っていいと思うんだよね。ただあれをマリオとかにしなかったことは本当に本当にそれだけは本当に任天堂よくやったと思う。流れてるのグッとくるものばっかりだけど、うん、最近の子が見たら面白そうに見えるのか、思わないと思います。和骨です、品薄商法。いやあれは実際15万本しか吸ってなかったんで、俺はあのマリオカートと同じだけ CM ね、広告お金かけてやったのに、マリオカートは30万本以上初回生産したんですよ。でもスプラトゥーンは15万本しか、まあ、約15万本しか釣らなかったってデータが出たじゃない。それを見て、まあ、それを聞いて俺はもうダウンロード版を買うっていうのをユーザーたちにちょっと覚えてもらおうとしてるのかなって思った。こういうちょっとやっぱり流通させればさせるほどやっぱね、利益減るじゃない。それは Z セットラジオのに似ているとかそういうことじゃない。俺は全く任天堂らしいなと思ったけど。そうでしょ。俺もうね、最新のハードでディスクがギューンって回るの嫌なんだよね。なんかもう不安で不安で。新規だからかな。何が？あ、紹介して、いや話の流れは聞いてないとか言うの。同じキャラクターがそのままなのは飽きる。マリオとか進化し続ければいいの、ね、あ、マリオが？マリオはまあ言っても昔と比べたらだいぶ進化したと思うけど、俺はもともとマリオをやりたい人じゃないのよ。マリオ64も別にちょっと触りたいなと思っただけで、ちょっと触ったら満足しちゃったし、うん、何が全部書け、伝わんねえ。半年したら中古流れますってこと、ダウンロード販売っていうのをみんな知らないと思うんだよね。意外と使い方も分かんない、使い方も調べるよ用事もない、予定もない、使い方分かりませんっていうのが Wii U のユーザーなのかなって、そういう人が大多数なのかなっていうのが、そこでダウンロード版ってあるんだみたいな、知ってもらうにはちょうど良かったのかなって。マリオカート並みの広告打っときながらソフトは出さないっておかしいんですよ。非常にマリオカートぐらいじゃ出せ、作ればいいじゃんって、その規模で出してんだよ。まあそのマリオカートより売れねえと踏んだんだろうけど、それにしたって半分以下でしょ、おかしい。うん、氷が全部潰れればいいって俺はいつも言ってんだ。そこだよね。だからやっぱダウンロード版お得だ、お得感があるね、家でそのまま手に入るとかさ、安いってなれば中古で売ることができないんだ、だったらいくらにするべきかっていう値段が絶対出てくるはずなんだよ。それは小売店とかがなくなれば自由につけられる値段だし、今小売店とダウンロード版で値段がめちゃめちゃ差があったらやっぱ小売店売れなくなっちゃうからさ、あからさまに批判反発が出るでしょ。
なんでそんなダウンロード版安くするんだよって、うちらのソフト、うちらが仕入れたやつ売れねえじゃねえかってなるじゃん。ね。だからこそ値段は差をつけられない。今はね。この状態では。なんか違う。GI Joe 31話とかあるんだけど。ワコワコ。探し枠やってたのね。探し枠をこっそりやってます。サンセットライダーズ。4人プレイって。スーファミ版欲しいわ。6000円で買って5000円で買い取ってもらえる時代にダウンロード版はなかなか買えないな。そう、ほんとそう。だからせめて今スチームはさ、なんかあれクーリングオフやってんじゃん。プレイ時間が2時間以下でだっけ、それでなんか全額返すとかやってるじゃん。あれは俺ちょっとやばいかなって。なんかそれやっちゃうかって感じだよね。そうなんだ、ゲーセンでちょろっと遊ぶのにちょうどいいね。もうダウンロード販売1本にできないもんかな。そう、それは小売店がある以上できない。小売店とダウンロード版とパッケージ版の値段がやっぱり差が出ちゃうとめちゃめちゃ言われるじゃん。風評だ、世間体じゃないけど。2時間制。だから2時間以下だったら9割ですね。うん、あ、9割返ってくるんだ。全部返ってくるね。だからダウンロード版を中古で売ることができないっていうのを納得していただく価格にするには、やっぱりは3000円、2800円とかをさ、定価にできるんだったら、まあ物によるよ。5000円。違います、ローリングサンダーより新しいです、これは。ダウンロード版の期間設定で安くできないのかな。期間設定、ああ、そのうち安く、あの時間が経ったらダウンロード版安くするみたいな。今んところあんま適用されてないよね、家庭用ね。プレイしていないのがアメリカではよくある話なんでしょ。1年遊び倒したゲームをクソゲーだから金返せって言えば返してもらえるとかなんとか。1年はわからんな、クーリングオフはあるけどね。ダウンロード版と限定版のみのパッケージって分けてたけど、うまくいってなさそう感じ。へえ、それは何、なんホタルの日記だったら、さっきも言ったけど、なぜ ID とハード関連付けにしたしね。それは任天堂が楽したかったんでしょ、多分。設備を投、設備に投資するっていうのは、まだなかったんでしょ、考えが。2年前ぐらいだと思います。うん。だから時間で安くなるのは非常にいいと思うんだよね。オンラインで対戦がメインのゲームだったら、やっぱり安くなるのを待つよりも、一番旬の時にやりたいって人が多いと思うんだよ。だそういうのは別に、すぐ買えばいいし、そんなにすぐ買う価値ないと思う人がいるゲームだったら待たれるのは仕方ないしね。でダウンロード版は流通じゃないからさ、パッケージ版との流通と違うから、まあ利益は出しやすいと思うんだよね。だから小売店がなくなればいいんです。ゲーム屋がなくなればいい。本気は生物。今はやっぱ新品、新品が両方5000円だったら、ダウンロード版の方が非常に損なんだよね。だって中古で売れないじゃん。考え方によってはさ、人によってはやっぱり、なんでこれ M だから、これなんかサボテンより前走っても、普通パッケージ版買ったら中古で売ることができるじゃん。みんな知ってるじゃん。もういいわその話は。できねえからやってねえんだよ。そっちにすると、まあまた別にかかるじゃんって。まあ任天堂はだからそういうメーカーなんだよ。あともうそんなの気にしてる人、それ気にしてる人はすごい少数派だと思う。あのどうせそんなことわかんねえし、みんな任天堂が相手にしてる客ってそういう客じゃねえからさ、俺たちみたいな客じゃないから、そういうの分かんなくて面白くてこの値段だったらいいなっていうような人だけを相手にしてるから、いいんです、俺たちに評価されなくても。ダウンロードでも買えますってスタンスが任天堂やね。そうそう、ただそれだけの話なんだよ。それ以上のなんか保証みたいな話じゃない。それ保証するから買えとか、そこまで言ってないんだよね。そこまで知ってる客は別に相手にしてない。じゃあ嫌なら買わないでくださいってだけでしょ。今こういうシステムはもう直せませんって。今後から直せるもんじゃねえし。
だからもし次が出て、アンドロイド、なんだろう、OS がなんか、アンドロイドなんだっけ、あれとかは否定してるけどさ。なんかレイヤー表示おかしいな、この場合。そうそう、これだからエミュなんでしょ、多分。基本的に手前とか奥がおかしい。だからもうね、文句言うやつは買わなくていいです、本当に。もう、楽しいゲームが出てても、そう、もう文句ばっか言ってやんなきゃいいんだよ。客じゃねえ、そんなやつ。正直。ショークワさん向けのハードがよそにありますわな。っていう京都の意味ですわな。そうだよね、だから、別にそう、ね、悔しいんだから、スプラトゥーンやりたいやつは買うしかないんだから、だからそれが嫌で文句ばっか言ってるだけでしょ。買わなくていいよ、そんな。客でもなんでもね。グラグラさんいらっしゃる。そうね。そうね。なんで俺の言う通りにならないんだって言ってるだけでしょ。買わなくていいよ。客じゃねえし。おめえみたいなやつは客じゃねえから、黙ってろよって。ない、ピーチクパーチク言ってればいいじゃんっていうだけの話だよ。相手にされてねえから。ヨーカドーの売り上げ結構いくという話。ニンテンドーはヨーカドー、ああ、そう。ニンテンドーに限ってはそういうスーパーとかで売れるってこと。今日本体ごとスプラトゥーン買った。うわぁ、マジかよ。買うか。いや、あれね、あのゲームの優秀なとこってやっぱね、塗るっていう行為だけで、まあ、敵を倒す倒さないとかいう話じゃないじゃん。もう、常に何かやらなきゃいけなくてさ、その塗るっていうのがちょっと楽しいわけでしょ。俺、ニンテンドー合わなくなったな。非常に残念。俺は元から合ってません。もう、初代スーマリから、ニンテンドーなんか死ねばいいと思ってるから。てか、やっぱ、ニンテンドーはだから、子を持つ親とか、その子供とか、そっち向けであって、俺たち向けじゃない。いつの時代も。その中にたまに64に罪と罰があったりとかしてるだけじゃない。全然ゲーマー向けとかじゃないんだって。任天堂は家族向けだもんね。そう、家族で、まあ親、うん、そうね、基本的にはだからゲーマー向けなんてことはないよ、ね、初代からファミコンの頃からそうだから、ゲーマー向けのゲームなんかほぼない、出た試しがない、そんなもんほぼなし。アドベンチャーモードもあるらしい。いや、あれ一人でやっても面白いですよ。一人用のだけのギミックとかいっぱいあるもんね。コアゲーマー向けではなかったもんね、昔から。だって、俺たちの好きなコアゲームを壊したのは任天堂でしょ、殺したのは。言ったら、ほぼ殺したっていうか。俺たちがゲームが好きで、夢中でゲーセンに行ってた頃の、あのゲームっていうのはもう、任天堂が出てきてからなくなったもんね。そういうんじゃねえもんね。ほぼなくなったというか。俺は、まあそうな。だってどん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 遊びやすいだけのゲームどんどんなるでしょ。見た目はどんどん良くなってね、え、遊びやすい、見た目は複雑だけどすげえ遊びやすいっていうのが好まれてさ、な、そういうんじゃなかったじゃん、ビデオゲームって昔は。あ、うん、そう、スプラトゥーン面白そうだよね。Wii U だって言ったらベヨネッタ 1,2 が遊べるし、101とかもあるじゃん。ちょっと、あれ、なんつんだっけ。変なゲームキューブのスローにできるやつね。トゥーンだからな。そうだね、よくできたゲームがやりたいわけじゃないんだよね、うん、変な用ゲーローカライズは好きだったな。そう、よくできたゲームに燃えてたわけじゃないじゃん、俺たち昔ゲーセンでやってたのって。むしろよくできてるっていうのは意外と褒め言葉じゃなかったりするさ。ビューティフルジョーです、ありがとうございます。ロム勢の方まで出してしまった、申し訳ない。変な用ゲーローカライズは好きだったな、スーファミ。そうね、クラッシュダミーだっけ。デコゲーがよしみきってことだな。Wii のベヨネッタってできんの。うん。PS3 はダメらしいけど。プレス3版よりは全然いいと思うよ。プレス3版は本当、作った人たちもなんか、うなってたよね。作った人というか。よいしょ。はぁ。あ、ジェネシス版。タスなのこれ。割れてんなぁ。わ、こっち？ベヨネッタどう違うの？ベヨネッタでも続編よ。あー、
ベヨネッタはまず作ってる人たちが違う。あの Xbox 版プレステ版で作ってる人たちが違う。で本物をちゃんと作った本物なんだろう、本当のメーカーが作ったのは Xbox 版で、ちょっと下請けが作ったのがプレステ版。あ、これ間違えちゃった。あ、関係なかった。ベヨネッタにはちゃんと1のノリを踏襲してて面白い、うん、ベヨネッタ2に関しては多分ちゃんとした人たちが作ってるよね。移植側とまともに話しつけてないって話で、なんか60フレーム出せてないんだよねプレステ2版ね。あ、ごめん3版ねだからまあそこが60フレーム出せてないだけなんだなのかな、どうなんだろう。セガ、あ、セガ移植なのあれ。そっか、クローバースタジオが本当のメーカーか。なんかタスなのかな、これ。タスっぽいな、余計なことばっかして。タスってスローかなんかだから暇なんでしょ、これ。喋った。字ちっちゃいな。当たり判定を計算で避けてる感じがする、わら。あ、ちょっといい。画面レイアウトちょっと変えていい。なぜ PS3 に接付なんか入れたし。あれは何だったんだろうね。どう使いたかったんだろう、本当は。ワンダフル101はなんとなく自分には合わなさそう。あ、月曜日さんだろうなと思う。俺はだからビューティフルジョーみたいなノリなんだろうなとは思う。よし、こんなもんでいいか。ちょっと切れてるけど。これなら読めるでしょ。痛い。ワンダフルもプラチナでしたっけ。そう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 、あのさ、でもやっぱ昔のゲーム見てるとこのなんだろう、5000円は出せねえなってゲームが結構もうサターンプレステの時代であるじゃん。恐ろしい時代だよな。どん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 無料で楽しめるものとか手に入るものが増えてさ、立派なゲームでもタダでできたりとかさ、そういう風に昔から言われてたけど、いずれゲームはゲームとか、まあ、タダで遊べるもんが増えるとか、手に入るもんが増えるっていうのは言われてたけど、俺がこんなにまだ若いうちにそんな実感できる時代が来ると思わなかった。PS3 をスーパーコンピューターにしたかった。あ、それはでもできるんだよ、ね。マリオカートのキャンペーンでやったけど、確かに V 上的なノリはあった。V 上。あ、本当？昔はスーパーを1万で買ってたんだよね。ソフトね。ただそれに関して言えば。その当時を知らない人はやっぱりその値段でびっくりするじゃない。言われてたんだ。言われてた。ゲームはどんどんとか、ゲームとかその情報っていうのはどんどん値段が無料になっていくって言われてた。だから YouTube とかさYouTube だとかああいうのは全部無料なわけじゃん、言ったら。無料でいろいろ、昔だったらお金を払って見るようなものだったりとか。なるほど。そういうものがどんどん無料になってるじゃない。あとさ、ゲームとかだって無料のもの結構あるじゃない。基本無料みたいなとかさ。昔はワンプレイ100円の価値があるかみたいな。そうだと、あとパソコンでもインターネットがない時代ってパソコン持ってるだけだと何もでき、まあなんか本当にできないのよ、いろいろ。そこにお金を払ってツール買ったり、ソフト買ったり、まあゲーム買ったりね。ただでできるけど、マジでやろうとしたら10万とかとか。まあまあ、そうそう、そういうことだよね。情報量の違い。あ、まあだから情報を手に入れるまでの苦労の違いなのかな。インフラの、ネットが普及して、ネットが普及したばっかの頃ってやっぱまだ高かったじゃない。あの、使った分だけ払わされたりとかって時代もあったわけでしょ。でも今それがどん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 さ、ね、いろいろ技術が進んだりとかして、定額サービスが実現できてるようになったりとかさ、まあ徐々に徐々にそうやって、昔だって定額なんてテレ放題ぐらいでしょ。しかも超限られてたじゃん、あれって。どん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 だから本当に無料とは言わないけど、物がどんどん安くなっていったよね、そういうものに関しては。技術の、まあ、発展とか進化とともに安くなできるものっていうのがやっぱあって11年まで待って使ってましたねそうだよな。だから
ああいうゲーム夜中やったりする習慣ってそういう理由だよね、やっぱね。やっぱ夜中やるっていうかさ、夜通しやるみたいなね。そうじゃなければ多分そこまでしてやんなかったと思うからね。もっと別の時間にやってただろうから。夕方5時から11時までとかだったら結構みんなあ、でもその時間だとあれか。電話がかかってきちゃったらダメだからか。やっぱあれは夜やるってのは大事なのか。あれ電話がかかってきたら使用中みたいになっちゃうんだよね。電話1本しかなければ。だからな、どんどん安くなったり。させたあいつは偉大だったのか。あ、誰？電話優先だね。でも今インターネットがあったらかなり、言ったらほぼ無料でさ、どんな情報でも手に入るじゃない。X ビデオとかさ、あんなもん信じられねえような状態じゃん、言ったら。だからね、だから無料でネットさえあれば、ネットとインター、まあブラウザ、インターネットができて、まあ、普通にインターネットさえできればいろいろ楽しめんじゃん、もう。速攻乗り換えました。ああ、うちもそうだった。でもすごい高かった。月に4万とか取られた。夕方自動販売機が点灯するのを待ってた時代とは大違いだね。それ何？自動販売機が点灯したら何が起きるの？あ、電話が切れるのが面倒。自動販売機。あ、電話優先なの？優先。電話優先だから。無駄に音でかいんだよなあれ。あのこと？ジュースじゃない自販機のこと言ってる。タイミングを測って友人に電話して怒られる思いで。あ、電話優先なのあれ。怪しい自動販売機が小学校の通学路にあったな。そうそう。あれって何？電気がついた、つかないとか使えないの？中が何入ってるか見えないのか。嘘。あれって夜暗くなって、あれ電気がつくと中が見えんの？マジックミラーになってるのだよ。そう、子供に見えないようになってんの？すげえハイテク。ハイテクって言葉がもう古臭いんだよ。すごいじゃん。考えたな。考えたやつノーベル賞じゃん、これ。子供に見えない。日中見えないんだね。すごい。紳士だな。同人雑誌自販機なの？同人雑誌？わら、そんな自販機あったのか。いやー、みんな。あ、手で覆って中見ようとした、マジか。いや、あるある、エロ本の自販機とかね。4年いらっしゃい。同人は自販機こんな時間か。はっきり言うとエロ雑誌だお。俺、昨日の記憶ないんだけど、なんでだろう。おかしい。今、エロ自販機ね。いや、俺が初めて見た AV は、自販機だ。それはなんか、すごい手作り感のある AV だったね。昨日だけなかったんじゃね。昨日なんだ？そんなの家の近くにね、数ヶ月前のエロ雑誌とか売ってますね、わら。あ、そうなの。なんか特殊な本が売ってたりするよね。あの自販機でしか手に入んない本があったりとか、噂は聞いた。伊集院がなんか最北端のエロ自販機を探す旅みたいなのしててさ、昔。その時に問い合わせたら、なんかそれ中に入れる専用のものを作ってるっていう業者がいたんだよ。自転車で片道30分の夜の大豪邸。昔も東京はそこそこあったけどさ、蚊がいるな。蚊がいるな。ああ、そうだ。蚊がいるね。来たこともない出版社ばっかりだよな。うん。最近だと、潰れたツタヤから払い下げられたんだろうっていう DVD とかも。今倒したな。あ、倒せなかった。耳がマジか。倒しきれなかった。この電撃ラケットもダメだな。え、ピンクタイムのこと？何の話？ピンクタイムって店じゃない、メーカーがあるの。楽しい、なんか。この雑談枠楽しい。気楽でいいわ。ツタヤのあのケースに入った DVD が出てきたことありますよ。レンタルの？やだそれ。それは嫌。バラ飛んだよ。いやふい。
買うのにちゃんと修正されててな。下北のジャングル公園のそばにそういう自販機あったよね。あったか、あそこ。マジで。俺知らないな。俺が知ってる頃もうなかったかもしんない。近所で、一番近所だとなんだろう、カンナナの方に行った時にあったと思うけど、もう今ないね。処刑。処刑さんいらっしゃい。いや、エロ自販機で買ったの1回だけだよ。高校ぐらいまであったね。あ、じゃあ知ら、あ、わかんねえ。俺だってあそこ行くようになったのってもっと後だもん。二十歳ぐらいで夜中の鬼ごっこみたいなやつだよね。なんか、なんだっけ、有名アニメ、夜中に、なんか鬼ごっこやるみたいなあったよね。お菓子、モザイク一切なしって広告の貼ってある DVD、有名アニメを真似したエロ会社あったね。してましたね、わら。曇りが、なるほどね。モザイクとか入ってないけど、何かしらで隠れてる。ゲームやミュージックは BGM 最高だったな。ね。昔、嫁に連れてってて言われたわ。深夜系泥だね。そうだ。それあの頃からしかあんまよくわかんない俺、あの辺は。から道に捨ててたよな。そういうの拾ってた。道に捨ててた。ああ。あれって売るのめんどくさいからとかじゃないんじゃないの、違うの。自販機によってジャンルが偏ってたりしましたね。へえ。昔だから自販機で2000円で売ってるエロビデオを買って見たのが初めてのエロビデオだ、俺。中1ぐらいの時。ああ、中1だよな、多分。で、それがさ、なんか、実際のそういう行為に関してあんま詳しくなかったからよくわかんないシーンが結構あったんだよね。なんかあと駅の近くだったの、撮影場所が、その AV が。だからそれ詳しい人だったら何駅の近くかわかったのかなと思って、なんか駅の声がうるさかった。最近だとグッズとかも売ってるらしい。あー、なるほどね。大人のおもちゃ系だ。てか音鳴ってね。最近道端で見ないのはそのためか。友人に林原めぐみに似てるからって渡されてみたのが初めてのエロビデオ。似てなかったけど、となると手話駅でする行為に興味があるんですね。違うんですよ。なんか何駅かっていうのがわかるじゃない。だからどこら辺で撮影してたかっていうのがわかるっていうのがちょっと興奮じゃん。え漫画か。いやー、でもすげー手作りの AV だったよ、俺が初めて見たやつ。めちゃめちゃ手作りだった。全然なんかベッドも出てこない。なんか床だったもん。床でおっさんが掃除機とか使ってた。よくわかんなかった。あとモザイクじゃなくて色を反転させるみたいなやつだったね。なんかネガポジじゃないけどネガ処理的な。どうなんだろう。そう。そうそう。掃除機で吸ってたよ。吸ってた、吸ってた。で、みんなで集まって見たけど、よくわかんなかった、なんか本番行為すらなかったかもしれない。ダイソンではなかった。あのモザイク取る機械って効果あるんかな。ないです。あると1ミリでも思ってるんだったら、もうそれはティッシュペーパーを半分、2枚ずつ、2枚の1個取ると2枚じゃん、2枚で組んであるじゃん。あれを1枚にしてテレビの画面に貼って霧吹きをかけたのと同じぐらい。女がお前ら許さんぜよ言ってたな。もちろんだよ。いまだにあるみたいね、モザイク処理機とかってね。あれでもちょっとすごいよ。てかモザイクを外したかったらマスターテープが必要。おつ、延長つ。そもそも処理完了してしまったものはほぼ取れない。だってさ、写真を撮るときに前に、なんかそのおっぱいを隠すボードを持った人が立ってて、でその写真撮って、でその写真できた、現像した写真からそのおっぱいを隠してるボードを撮る作業だからね。どんだけファンタジーなんだって話だよね。ドラえもんだよ、もうドラえもん。写真の中の女のそのおっぱい隠してるボードを撮りたいよってなって、しょうがないなってなるやつじゃん。そのレベルです。もうモザイクは印刷されてるというか、もう録画されてるんで無理です。
いや、もう録画されてない素材があればできるけどね。モザイクを取る作業とは言わない、それは。だったらマスターテープだけでいいだろうって。ドラえもん、笑い。ドラえもん。女の人がおっぱい隠してる写真のが見えない、おっぱい見れるようにならないのこれ。ボードそんな簡単に外せないのか。いや、おっぱい隠しボード。そう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 。そう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 。そうなんだよ、だからドラえもんレベルなんだって、だから。あの服が透けるメガネとか作れそうだからね。しょうがないな、じゃねえよな。お前もお前だっていう。てか作ってたような、うん、てかあるんじゃないの、そのカメラの場所に行けるとかあったよね。レッドドア符号にもあったけど、なんで連打遅いのこの人。あ、連打、これまだ始まってないのか。まあ脱ぎたかったんかい。せんべいさん、服が透けるやつ作ってたぞ。作ってたね。ドラえもん、あ、投資メガネはしょうがないね。投資メガネって言うんだ、まあまあだな。足出ちゃってんじゃんか。足出ていいの。タイムテレビでいっぱい見ちゃえ。これ爆発しなかったっけ、すげえ。フラミンゴいっぱいいるのに。ああ、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 そんなもんか。まあ、今なんかだからさ。あられちゃんにあれがツルツルだからなんとかしてって言われて作ってたような。ダルムートくんの見えてる。あられちゃん、ピッコロ帽子最強説。ツルツルだからなんとかしてって言われた。え、石ころ帽子。あのさ、今の小中学生はさ、ネットで見てんのかな。何やっても許されるカードあったから、それで。そん、まあ、お腹のことだったんですが。好き放題じゃんか。そういえば大山信代認知症だよね。もう自分がドラえもんやってた記憶すらないらしいね。ちなみに答えはおへそです。あの時代だから本物がどうなってるのか知らないんだよな、わら。あの時代だから本物がどうなってるか知らない、何の話だ。千両上さんは見たことがなかったからね。服が好きなやつ探してくれるの。探しますけど、PC ゲーとか同人ゲースロット系、ゲーセンにあったものでもスロットゲーとかではちょっと探さない、探せないですね。せんべいさんがあられちゃんの体作るときにエロ本を参考に作って。せんべいさん、そんなことも知らなかったんだな。まあそんなもんか。あの人29歳だよ。でもても認知症になってしまうのか。アルカノイドはもうな。ドラえもんの声が出ちゃうらしい。悲しい。そもそもそういう雑誌とかって需要あるのかな。どの雑誌。無理なのか。アーケードできますよ。固定版だけつけてください。アーケード可能。さっきもアーケード、アーケードねえよ。アルカノイド、わからないド。メトロイドみたいになってんじゃん。よし、もうお菓子はいい。大事な部分が修正されてて、その部分はそのまま。ああ。え、あ、そうだ。俺さ、みんなと年齢は近いけどさ、とんでもねえ。アルカノイドも毎日やってたわけじゃないんじゃね。まあな。行ってきます。ナムコだったと思うけど、言ってらっしゃい。超人版のハイパーオリンピックみたいなゲームなんだっけ。わら、それ今見てるやつだよ。だからニューマンアスレチック、もしくはなんだっけ、ニューマンアスレチックと、なんだっけ、もう一個バトルサーキットじゃなくて、これ今見てる動画がそのゲームですよ。今は無修正見放題だからね。の、夢も希望もない。いやー、夢と希望はなくてよかったのかな。昔はどう思ってたんだろう。あ、マッハブレイカーズか。これは Wii で出てます。Wii のバーチャルコンソールにあります。今の子供は橋の下買ってください。竹やぶに探しに行かないのか。認知症ってまだよくわからない病気だよね。何症？それやわら。うん。こっちか。こっちか。こっちか。オッケー。できた。マッハブレイカーズ。これ今見てんな、ニューマンアスレチック。思い出せなくてモヤモヤしてた。おお。あ、じゃあマッハブレイカーズです。ありがとう。以上です。他に探してる方は好きなタイミングで言ってください。俺たちはただ雑談してます。ファイナルファイト？ファイナルファイファンタジー違う。ファイナルファンタジー違う。ポイントですよ。ほう。は、嘘。エロ本の？音ちっちゃいなこれ。
でもあれってわざとさ、昔そういうところで拾った人がさ、いなくなったな。神社っていうか祠ですが、祠も似たようなやつなんやね。これが一作目で、続編っていうのがそのマッハブレイカーズですね。今ちょっと探すじゃん。行ってくるか神社。野良犬は見なくなったっていうか、もう俺の時代、俺らの時代って野良犬そんなに見ないんだよね。なんかね、そんなに見るもんじゃなかった。うちの近所には小次郎っていう野良犬がいたけど。あ、そう、誰が捨てたんだって。これが続編のマッハブレイカー。生まれて初めて出会ったエロ本がまつってあって、猫耳ものの単行本だったから、猫耳が付与されてしまったんだよ。トレジャーハントには一加減ありますよ。一加減ある、これや。そうだな、これだな。俺は続編よりも旧作の方が好きだった。キャラはキャラ的にちょっと惹かれなかった。そうなの、キャラクターが一作目全然いいんだよね。ゲーム的にはこっちも全然悪くない。あとこういうバカなひでえ演出でもやっぱこういうゲームって俺まだやる、あると思うんだよ、需要がまだあると思うの。プロレスのこういうゲームやりたいんだよ。プロレスの技でこういうのやりたいの。ロボレスのもっとすげえのやりたいの。一旦月まで行って帰ってきたりとかさ、なんかもうそういうのやってほしいんだよ。ビル1個分ぶっ壊すプロレス技とかさ。いや、マッスルボーマーみたいなしょぼいのじゃないんだよ、あれ嫌い。これ米やろう、これの米やろうと思って忘れててできない。そうそうそう、タイミングね。そうだから超人ホイホイに突き当たるやつね。超人ホイホイってどんなんだっけ、あのいい筋肉マンか。これ若干難しいんだよな、なんか後半ちょっとなんか焦ってきて。あと連続成功で速くなるんだけど、超人が解き放たれてしまう。あ、そうなんだ、そういうきっかけなんだ。いてー。あとね、とんでもね難しいのがあるんだよね、これね。はぁ、あ、力士マンとウルフマンでコンビ組もうね。同一人物です、それは。違う設定なんだっけ、違う別人って設定なんだっけ。なんか俺壁、あ、懐かしい。ミャンマンの壁蹴りが激ムズだった、ね、そう、あれ難しかったよね。あれはひどかった。まあ、マッハブレイカーズじゃないけど。プロレスってことだけで筋肉マンしか出てこない。いや、違うのよ。同じ人ですね。同じ人だよね。原作とアニメの違いだけ。ロボレスみたいなゲームで、無茶な演出のやつがやりたいんですよ。なんか。なんでポイントはここにあるの？だから、なんだろう、人間同士ではできないようなことをやってほしいよ。ビルの屋上にリングがあって、アニメは1階までは落ちる。うんね、名前はそれはやめろって、あいつになるからって。ウルフが千代の富士だからアニメでは変えられたね。あとなんか変えられた人っていたっけ。ストニのバイソンの名前が変わったのと同じような理由で押すよね。あー、いや、ベガーは女の名前だから変わったんでしょ。あとマイクバイソンはマイクタイソンだから。あー、ハリマだ、何なんですよ。何の話だ。なんかねえかな。あれ見よっか、俺がよく忘れるやつ。もう忘れた。衝突した時のウーティックでグサ。確かロビンとカズの剣神社の色が違ったような。あー、あれはでも色違うのは何なんだろうね。ユーグスとダシバルログでよくねでしたっけ。和骨で。あ、そういうあれなんだね。ベガは女の名前だからっていうのと、マイクバイソンはマイクタイソンすぎるだろってことで変えたのでだよね。それでなんか交換したんでしょ、あれ、四天王の中で。サガットはサガットだもんね。だからちょっと誰
よし入社したからラマ、あー内田さん失礼。ブロッケンマンが原作で新規たちになって良いなのにアニメではラーメンにされるというわけわかんないやられ方。そうなの？タイトルがわからないとググってもなかなか出てこないよね。そうそうそう、だからそうググりようねえもん。変換してもバイソンがベガってひどくねえかな。仮眠友以上だぞ。仮眠友以上、もう完全に女の名前なんだ。女みたいじゃないんだ女みたいな名前だな。何をみたいなやつだっけ。あ、 あった。おっと、大会だ。神は一応男性名ですよ。そうなの？じゃあ別に怒る必要ないじゃん。来た。ああ、放送画面なくなっちゃった。間違っちゃった。放送画面消したわ、俺。自分の手。セインカミュとかいますやん。セインカミュ。ファイアーエムブレムに。カミユ？いますからね。美談。美談、カミユ美談。ブロッケンが毒ガスってのも今じゃ使えないだろうな。だってカミュとか普通におるもんな。はぁ。カミュ。はぁ。なるほど。読めねえよ。単純にこれ面白かったんだよな。カイリじゃねえか。カイリじゃねえか。わら。ユリナがおでこ蹴飛ばす例の四つ。真空片手ごま。自動改札超えたって。超えてきておでこ蹴ったんだけ、つま先で。これ妙に面白かったんだよな。なんで出ないんだろう。たまたま自分の名前が女っぽいって思ってた神言うと。なるほど、そっちもあったのか。もともと過去にそういうあれがあったわけね。神言メンヘラだからさ。そうなの？そうなの？最後おかしくなったけど。よっよっ。カミーユは女の名前だと思ってたジェリドがたまたま居合わせた結果起きた喜劇でした。あ、なるほどね。ゲーム画面キノコだ。何キノコ？ゲーム画面キノコ。え？第一話の時点でちょっとおかしかったけど。そうだったんだ。これボーナス面がひどいんだよな。超楽しい。サメとかと戦うの。部活サボりますからね。でもジェリドって戦績だとガトー以上の大物食い。あの人の盾ティターンズ滅ぶんだからすごい。バンジェットの悪口はそこまでだ。誰？神優君はコンパクトにないと暴れ馬ですからね。いないとなんだ。よくわからんな。ゼータはあんま見れてねえんだよな。劇場版しか見てるじゃない。まさか予約枠やっていたとは。やってます、今ゆるい感じで今楽しんでます。私は災いの元を体現した例ですからね、わら。ほう。あ、そうなの。ダンジョンエクスプローラーみたいなアクションゲーのタイトル教えて、わら。あー、ガントレットです一瞬だな。こういうたまにスナック感覚好きガントレットだね。劇場版の神湯はいい子すぎます。はい、すぐに、わら。すげえ。あ、ごめん、それ一般教養だから。人が余計なこと言ってなかったら歴史は。あ、そう。そうなんだ。鉄拳。たまにはこういうのもいくかな。ダンジョンエクスプローラーがガントレットっぽいからてか、もうそこまでダンジョンエクスプローラーと言ってる段階でもほぼ答え出てるよね。そこまで分かってんだったら答えは早い。ガレット食べたい。ガレット、ガレット、美味しそうだ。ロマーサガ2、そう。俺はやったことないけどね。画面出てる出てる。なんかここの放送なんでも出てきそうわら。あー、どうだろう。そのままグリーンのアリターンズがやらかったらどの日英語に参加してたかも。ロマサガ1のシステムだけが苦手で1と3は死ぬほどやった。へえ、2だけ違うんだ。鉄拳な生ダミプレイですけど兵八の奥さんでたって聞いて戦慄しましたわら。俺なんか鉄拳ならちょっと嫌な予感すんだよな。なんか演出過剰でめんどくさそう。英語発音すんの。え、ウーゴじゃないの。確かに。ええ、ええ、ご。むずいわ。
ちょっと喉痛い。には時代が変わるからプレイヤーキャラがいなくなってしまうから、おー、国の読み方で OK。 ああ、じゃあなんて読んでるか聞いてみる。書いてください。1も3も結構別物よ。じゃあ全部違うんだ。元が発音できない。エウゴだ。え、もよもとはじゃあ、も半端な大きさで読み方がわからない。ほう、エウゴもよ。三島和美ってのが嫁か。へぇ、序盤の取り調べ感がいい大人だったら神湯は無垢に盗まなかったんじゃないかな。はぁ、マジか。全然始まんないじゃん。じゃあ、あそこで揉めたんだな。じゃあ、あいつが悪いんだな。もう、神を怒らしてる。デビル因子は嫁の方の血筋なんですかね。デビル因子、どうなんだろう。嫁、お母さんってこと？三島和美。え、ちょっと待って。バヤリース。バヤリース、キヤノンね。強い男の子で終わってたね。平八の奥さんか。じゃあ、お母さんか。カノトタ右から手。両親は浮気してるしな、どっかで爆発したかも。つまりろくでなしだらけだったから物語が始まったと。ガンダムを盗むきっかけってのがあるわけだな。理由が。ゼータ意外と面白そうだなと思ったんだよね、前見た時。ああ、意外と初代ガンダム以外も楽しめそうだなと思って。まあダブルゼータはちょっと無理っぽいけど。来ました。お？あ、おかえり。基本的にろくでなしか土地狂った女しかいないような。どういう世界観だよ。そういう人たちが物語を動かしてるわけね。まあ早い話が、そういう人たちがいなかったら、ガンダム強奪した動機って、おう、もしかミーユの名前が太郎だったら。まあもっともとをたどればキシリアがギレンを打たなければティターンズ自体なかったかも。はあ、簡単すぎか、わら。そこまで遡るか。よし、オッケー。シートが好きな俺は大体いける。ただしシードとダブルオー。てめえらは個人的にダメ。個人的なんじゃねえか。神湯の名前をジェリドがバカにしたから、うん。ロマサガってどこまで育てて次行ったらいいのかわからんのよ。なるほどね。それを考えたら F91 はいい子が多くて尊い作品です。あ、そうなの？神湯の名前なんだよな。そうなのか。太郎だったら、女みたいな名前じゃなくて、犬みたいな名前ってので別の人間になるかもよ。そうか。それは気にしてないんだったらいいけどね、そういう風に。俺もシードは嫌いだがダブルオーは好きだ。ダブルオーは俺絵的になんかガンダムっぽくないけど、なんか楽しそう。ウルブスレインみたいな感じで楽しそうだ。ああいうや嫌いじゃない。とか演出これ勝手につけちゃってるんじゃん、これダメだよ。ダブルオー好き。ダブルオー面白そうだ。で雪とかって名前だったらつい突っ込んじゃうよな。わら。太郎が人間の名前で悪いかよ。とりあえず滑殺化石症を覚えてワイリンガル子でひたすら装備を強くする。ああ、ロマサガの話か。ダブルオーは普通に面白い。面白そうだよね。なんか単発として面白そうだった。機械だ。ダブルオーの話か。機械だ？わ、ちげえわ。そのダブルオーじゃない。ダブルオーセブンでもない。はい。4人プレイ可能、カルテットだね。あー、また放送画面消しちゃったよ。そっち？え、カルテットじゃないの？世代が合わない。セガだったか。ああ、違うの。ちょっと見ていただこうかな。4人同時だったらカルテットだよね。あの名曲の。あれ、放送止まった？大丈夫か。カルテットでしょう、きっと。せやねえ。な。これじゃね？じゃあもう邪魔。これこれ、わらわら。いいしょ、お前ただし、俺たちが何でも答えるからって楽しんでんじゃねえかよ。そういうわけじゃねえんだ、ここは。何年も探してるけど、あのゲームが何なのか分かんないっていうのを探してるわけだから、こういうちょっとミニクイズみたいじゃないから、わらわら、ゲーマー一般教養をみんなで楽しんでるわけじゃないから、もっと切羽詰まったやつから、まあそうだな、
やっとたどり着いたって人向けの放送。本当にタイトルわからなかったから。いや、そういうの探すわけじゃないんだよ。だってググればわかるじゃん。セガ4人用横スクロールで出るよこれ。それで出ます。カルテットぐらい。自分で探そう。カルテット。カルテット。あ、そっか。うん。関根勤さんみたいに具体的なんだけど実のない話しかできない。え、どういうこと。なんで関根勤出てきたの。ニョキさんのアレンジ版聞きたくなるの。これ曲作ってる人ってセガの中でも結構有名な方。マークさんではダブルターゲットってタイトルだったね。まあ4人用じゃねえからな。ポジション希望。何の話してた。あ、やべ、やばい。まさかこれをミクが歌うとはねえ。このゲームカジャンの人に比べるとやっぱり吸引力ないんだよな。あ、そうね。いや、うん。言いたいことはよくわかるが、そうなんだよな。一画面に収まる情報量としてのワクワクさがあんまりガントレットほどじゃないね。ただ横からの視点だからこそ、こう、浮遊感じゃないけどさ、ちょっと飛んでる感じとかは面白いけど、目を引くけど、なんかやっぱ、曲がファンタジーゾーンと一緒じゃん。あ、違った。こんな曲だったんだね。よし。この色味を見てるとアレックスキッドを思い出す。わかる。でもセガがさ、スーマリをさ、スーマリのヒットを見てさ、高田澄司は奥さんが初デートでノーブラニットセーターで参上したから落ちた。本当から嘘だよ多分それ。それケンコバの両親がなんかなんだの話みたいなもんでしょ。高田純次だってかなり普通のちゃんとした人でしょ、あれ。あの、キャラクター的にはそれ面白いけど、多分違うんじゃないかな、本当は。どうなんでしょう。ブロコ節の使い手のアレックスだね。ブロッケンって言うんだっけ、俺。アレックス・ザ・キッドはだから、スーマリのヒットを受けてというか、ね、うちらもああいうの作りたいみたいなので作ったとは言ってるけど、やっぱセガは見る目ねえなって。何がスーマリオの、ね、スーマリがのどこが指示を受けてるかっていうのが未だに理解しなさそうな気がする。そうだ、あの人はもう嘘でいい、塗り固めて られててもおかしくねえ感じするけどな。ネタっぽく言ったわけじゃないのかね。そんな報復なんだと思う。前くらいのアーケードで服とかシューティング、基本ロボットだけど破壊されるか何かでパイロットも操作できた気がするゲームお願い。あーん、ゲーセン。ゲーセン？ゲーセンだね。ウルフファングか。ウルフファングだね。ウルフファングじゃない。疲れた時に40年以上前の話だからそれ以外覚えてないって言ったらいいですよ。おお、ウルフファング怪しいけどな。プレステ版でいいかな。やめとこうか。ノーダメージ、ノーダメージだと中から人出ねえからダメか。いや、下手な動画ねえかな。下手な動画、千代の富士の爪か。何の話。どうでしょう。これ一応ゲーセン版。もうちょっと先行こうか。おお。予約でヒーストリートやってました。もともとリモートコントロール団 D 枠でした。おじさんの腕メジャーになってるから測ってみようか。
メジャーになってる。このゲームで間違いないです。そうね、空中、まあ横、重力あるからな。上手い人のプレイみたいなの楽しいんだよな、これ。おじさんなのでメジャーになってる。かっこ、あからさまです。はい、ウルフファングでした。いや、ノリで楽しむゲームだもんな、これ。ウルフファングです。曲が、これのサターン版とかプレステ版でな、アレンジ曲版がひどい。ひどいっていうか、なんか燃えないんだよ。全然燃えてこない。でもロボの中の人が出てくるゲーム、乗り物の中の人が出てくるゲームって、これとワイルドファング、ウルフファング、ワイルドファング、グレートラグタイムショーぐらいじゃない。あとは横でそういうゲームだと何になるの、まあ、メタファイト。え、これ足パーツによってファイルバンカーですけど、そう、これだから結構カスタマイズ重要よ。同じ曲に聞こえた。そう、なんかいいでしょあれ、他の車が斜めってるとこ降りてくる感じ。向こうからドカー、あー来た。あれどこだっけ、ここか。え、ファイルバンカー、ほう、爽快感か。プラミッドミッションサード、ん？いや、これなんか燃えるよね。データイストってなんでこんな燃える展開を作るんだろうね。好きなんだろうけど、燃える展開とか演出とか本当多いよね。もうそれだけでゲームにしてるもんね、一本ね。それしかないゲーム。操作性はともかくそればかり最高のゲーム。エドワード・ランディ。いや、もうすごい燃えるわ、本当に。そう、あー、来た来た、トラック来たもん。うん、狙って作って成功そうだね。うん、そうね、あ、中身ね、まあ、ゲーセンじゃない。ゲーセンじゃなければ結構あるけど。エアバスター、エアバスター、金子か。バーニングフォー、あ、違うわ。エアバスターとなんだっけ、エア、なんであれタイトル変わっちゃったんだっけ。エアロブラスターズか。上手い人のプレイ見たいわ。これ中身でちゃんと復活難しいんだよね。できないことはないけど、あまりできないよね結局ね。そんなに頻繁にできるもんじゃないっていうか、結局あそこまで減っちゃうとね。あ、本当？デコなのにコンセプトがはっきりしないトリオザ感じみたいなゲームは珍しいよね。延長しました。ひどいもんあれは。なんか適当すぎる。あれだボツ、お蔵入りしたものを出してきた感じじゃん。しかも完成してないのに出してきた感じじゃん。あ、そうなんだね。俺復活できた時びっくりしたもん。あ、できんだこれ。パワーアップ3つ入手で復活だったって。へー、あ、そういうことか。弱いもんねあれね、人間の状態ね。とりあえず羊になるとこは好き。どう見ても没芸集だよね。あれひどいよね。なんか当たり判定とかもひどいしさ。ただサブカルブ殺欲したいって意図は感じないんだよね、トリファン。わら、意図は感じない。あー、だってあれ、だからボツゲーっぽいんだよね。なんかボツなのに出しちゃったみたいな。あ、そう、これやり込まなかったの。トリオザパンチは関係ないやろ。笑い。関係ないよ。何あれ、照明だ。え？かつ、マジなってやる。マジなって。よかったの。なんだっけ？当たりよかったのだっけ？まとめてゲームにした感じですかね。いや、俺完成しきってないだけだと思うんだよね。完成してないゲームをなんか76割ぐらいの完成のゲームを出してきた感じ。あ、嘘、バレたか。何がだよ。え、あんま、え、あれそういうゲーム本当だ、作ってる人来てんのかな。バレたかじゃねえ。
トリオドバンジ絶対6割7割の完成度出してるよね。あの没芸集めたとかじゃなくて、なんか適当に作ってて、まあだ捨てるぐらいだったら出しちまえみたいな感じだったのかなって。だから流通がすごい少なかったじゃん、あれトリオザパンチって。もう流通ゲーセンでほとんど置いてなかったもん。集めてゲームにしていく状況のゲームだけを揃えた感じだよね。バレたか、はどっかのステージクリアした時に出るやつだったような。自分あバレたか。ネタグラは何このボーナスステージって冷ややかに見られてた気がする。ドムきたバレたか、よくぞバレたかって言うんだ。超じゃないんだよ、大魔界村が見たい。超は別に少し寝落ちしてたわ、わら。おかえり。あれをちょっと見たいけどやめよう、縦画面。あーなんか見てえゲーセンのゲームない。俺はあーむずいな。最近ゲーム遊ぶ時間より様子で動画見てることが多くなってきた。プレイスーパーファミマンの各ゲームをちょっとストーリー部分作ってくれたらな、うん、あ、そうスーファミのやつ。早急グレンタイレールチェイスみたいです。なんでレールチェイスそんな好きなんだよ。早急はどこまで見たい。早急グレンタイでも今本当にメガのジュラシックパーク、昔ゲームいっぱいやってたのにやんなくなった人っているよね。いるし、元からゲームやらなくても見るのが好きって人もいるし。オータフ、あ、違う、衛星起動上のやつか。あーもう邪魔だな。多いよタグ、タブが多い。リーグマンみたいな。東京府大田区上、あ、リーグマンね。レールチェイスシリーズはニコ生だと画質ボロボロ、ね、しょうがないね。わら、実況プレイとか見始めちゃってる人いる。わ、子供は結構見てるみたいね。自分がやってるゲームだから妖怪ウォッチの動画とかを見る。うちのメイが小学校3年ぐらいだけど見てるもん。で、俺ニコニコとかも見てるらしいけど、ニコニコでランク再生のランキング1位取ったやつはすげえびっくりしたよ。そんなこともわかるようになったのかお前。いってらっしゃい。あ、俺放送画面切れてるけど。実況は自分のクリア済みゲームのを見て難しいところで四苦八苦してるのをニヤニヤして見るものです。あ、なるほど。ニコニコ見てほしくない。もうしょうがない。